歴史の検証作業が行われております。12月8日といえばリメンバーパールハーバー、我が軍が真珠湾を攻撃しやっつけちゃいました。なぜリメンバーパールハーバー、これはもちろんパールハーバーのことを忘れちゃならねえぜというアメリカ側の合言葉らしいんですが、私最初にこのリメンバーパールハーバーって聞いた時にアメリカ人ビビってんじゃねえのって思っちゃいました。というのは怖い記憶なんか忘れちゃえばいいのに、それいつまでも覚えてるってことはビビって教訓にしてんのかななんつってね思っていたら意味が逆でした。ただもう少し大人になってから一番血気盛んな頃ですかね、マジモンでリメンバーパールハーバーもう一回やっちゃうよなんてね、どうしても育ちが荒なもんですから一度や二度負けたって三度目に勝てば OK なんつってね思っていたこともありました。でだからいつぞやの話ですが、我らが安倍晋三首相がアメリカのドナルド・トランプ大統領にリメンバーパールハーバーって言われた。しかしその意味は、日本よ、あのガツをパールハーバーに襲いかかったあの勇敢な日本を取り戻せよ、思い出せよみたいな意味だと聞いて、私はガッテン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 、もちろん戦争なんてダメなんですが、実際今の米軍でもあの真珠湾攻撃は学んでいるとのことです。それだけ見事な攻撃だったと見ることもできます。というのは軍人さんってものすごい超絶リアリストなんで、役に立たないもの、参考にならないものはいちいち研究なんかしません。だってね、命かかってんですよ。とかく日本では真珠湾攻撃というとネガティブな文脈でしか語られませんが、攻撃を受けたアメリカの方では全く違う、全く正反対の見方をしている人たちもいるということです。ここは実に歴史の面白さで、その人の見る立場、また時代によって解釈が変わってくる。そしてもちろん起こった出来事をね、作り変えちゃダメですが、時を経てより正しい解釈が見つかったならば、そう書き換えることをためらってはならないと私は考えます。実際アメリカではベノナ文書という公式文書が見つかって以降、さっきの我々にとっては大東亜戦争、あれの見直しがどんどん進んでいて、何かといえばあの戦争に突入しようとしていたアメリカ国内は真っ赤っか、ソ連やコミンテルンのマジモンでの工作員たちがわらわら。なんでこの番組風に仮にホワイトハウスとかその後日本にやってきやがる GHQ とか彼らを見た時にはこんな感じ、工作員あふれかえるレッドウェーブだったんです。このベノナ文書はアメリカの公式文書で、今アメリカ国内ではどんどんと歴史の検証作業が行われております。ここら辺は江崎道夫先生の本に詳しいので、ぜひお手に取ってご確認ください。ベノナ文書のような超ド級の資料が発掘されるまで、公開されるまでもなく、歴史というのは結構書き直されるもんなんですよ。というのはその時代を生きている人間にとって当たり前のこと、これはいちいちこう書き留めることもないんですね。例えばマスコミ、オールドメディアが大活躍した時代であっても、当たり前のことはニュースにならない、話題性がないんですね。だからいちいち書かないので、ちょっと時間が経つとそれは忘れ去られてしまうことが多々ある。例えば来年2019年の9月でサービスを終了するポケベル、東京テレメッセージがまだサービス続けたらしいんですが、これが終わっちゃう。するとあの名曲ポケベルが鳴らなくなっちゃう。これは本当に永遠に鳴らなくなっちゃう。また昭和の名曲恋に落ちて、ダイヤル回して手を止めた、今時家電でさえプッシュですし、スマホになったらタッチパネル回さない、ポケベルにしても電話にしても、その後の時代に誰かがね、こんな時代だったよって書き留めないとふわって消えてっちゃう。あるいはその後の人がこうした電話を見た時に、あのスワイプとかと同じ感覚でこうタッチパネルだったんじゃないかとか、間違ったことを書いちゃって、それしか情報がないとまるっと歴史が捏造されちゃう。いささか冗談のようですが、こうしたことが年がら年中起きてるわけですよ。その代表例が慰安婦、春を被災でいた方たちですね、そして戦時ビズ、戦時ハロワ、彼らの大半は出稼ぎ労働者だった。そして在日なんかもかなりそう。というのは私が昭和の時代いろいろと読んでた文献、漫画なんかも含めて、そこにはこんな言葉が年がら年中乗っかってました。それは密航者、
もう子供だったんでね、密航者って言葉の意味よく分かってなかったんですが、少なくとも今公開言われている在日のイメージではなかった。なんで春を被災でいた女性にしても、出稼ぎでやってきた労働者にしても、それを取り立てていちいち言うこともなかった。もちろんそこに悲しい記憶があったり辛い思い出がある、まあ、そんなことも含めていちいち言う必要もなかった。そしたら朝日新聞とか国連の方に行ってパーカパーカパーカとか、日本のパーカパーカパーカとかね、やる人たちがずーっと言い続けて、なんかいつの間にか意味がスッと変わっちゃってた。まあ、いわば歴史の上書きがされてたわけです。つまり朝日新聞などのこんな人たちというのは歴史捏造主義者、正しい歴史に修正するんではなく、歴史を捏造、あえて言葉をきれいにするんだったら歴史創作者、ストーリーを作り出してたんですね。そして今その創作されたストーリーがバレちゃった。そんでもって朝日新聞は嘘ついてましたみたいな、いやいや訂正したんですが、英語版ではメタタグで隠して見ちゃったりとかしてね、もう実に往生際が悪い。ただいずれにしろ間違ってたら正せばいいんです。繰り返しになりますが、歴史というのは常に書き換えられ修正されていくものですので、間違えていたらごめんなさいってして、正しいと思われるものに変えていけばよい。そうした態度を見せてくれたのが、あのケント・ギルバートさんが真相深入り虎ノ門ニュースなどでアンチジャパンタイムズと繰り返していたジャパンタイムズ。なんとジャパンタイムズがいわゆる強制労働、そして慰安婦、これについて今後表現を変えますと発表しましたので、こんな人たちが大騒ぎしております。ジャパンタイムズといえば思いっくそこっち側だったんですが、経営陣が変わったためか、あるいは何かに気がついたのか、例えば強制労働、英語の発音が間違えてたらごめんなさい、フォースドレイバー、これをよくよく調べてみると、強制労働以外にも、まあ、それこそ戦時ハロハとか、まあ、出稼ぎとかいろんな形態があったんで、一概に強制労働とは言えないということから、ワータイムラバラーズ、戦時労働者と今後呼び換えるとのことです。そして慰安婦、これはコンフォートウーマンと言ってたものなんですが、これもよくよく調べてみると必ずしもそうではないということが明らかになったんで、呼び方を変えます。ウーマンフォーウォークドインなんてすいません、ここら辺テロップ出しておきますんでよろしくお願いします。日本語にすると、自ら望まなかったものも含め戦時下の召喚で日本兵相手に性行為を提供していた女性たち、いささか持って回った表現ではありますが、それでもこれまでよりははるかにマシになったなと思います。まあ、そもそも論で言うと、春を塞ぐ商売、これに関してそんなね望んでねとことこ行く人たちってそうはいないんで、まあここら辺もまあちょっと引っかかるっちゃ引っかかるんですが、まあ、それでもはるかにマシで、この表現についてこんな人たちは大騒ぎ中。例えば安倍お前のこと叩きってやるぞピシッてやった山口二郎教授とか、芝木隊、また孫崎受けるさんのお嬢様なんかはジャパンタイムズデッドとかでなんか書いてました。そしてジャパンタイムズ、あまりにも批判が多かったがために応援してくださいとコメントを寄せておりました。お暇な方はぜひ、ジャパンタイムズのこの間違いを改める勇気、それを評価してあげてほしいと思います。そんでもってこんな人たちが貼るレッテルが歴史修正主義者、我々普通の日本人の感覚からした時にその歴史修正主義と聞いてもピンとこない。というのは繰り返しになりますが、歴史というのは新しい事実が発見された時に書き換えられるのは当たり前、修正されるのは当たり前なんですが、英語圏における欧米における歴史修正主義者、リビジョニストと呼ばれるんですが、これはナチスによるホロコーストを否定する、あるいは陰謀論、こういうことを述べる人たちをリビジョニスト、歴史修正主義者として批判され、時に攻撃対象とされてしまいます。だからこんな人たちはリビジョニスト、歴史修正主義者として攻撃を試みるんです。ただね、これも不思議なことで、我が国の歴史家とか、まあ言ったら単純に学者さんってこんな人たち多いじゃないですか。で、そうすると彼らって年がら年中歴史を書き換えてんですよ。一番有名なところで言うと聖徳太子はいなかったとか言う人もいて、さらに今後の教科書は馬宿の王子にしよう、聖徳太子は亡くなった後に付けられた名前だから、その当時は
馬宿の王子って言ってたはずだ。だから馬宿の王子。そんなこと言うと歴代天皇陛下ってみんなそうなっちゃうんで、あれ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 って案件なんですが、まあ、そういうことを平気で言い出す。また鎌倉幕府の始まりというのはいい国作ろうだったはずが、今度いい箱作ろうに買い事している。これは源頼朝が征夷大将軍に任命された年ではなく、いわゆる天皇陛下からそのお役目をいただいたいい国作ろうではなく、守護自盗を置いて実効支配をしたいい箱、つまり頼朝が実力でこの国をゲットだぜした年こそが鎌倉幕府の始まりだとかね。何が何でも天皇家とか天皇陛下の存在した歴史というものを歴史の教科書から消し去ろうとしているのがこんな人たち的歴史観。もう年から年中修正してるんですよ。だからあえて雑に言うなら、大半の日本の歴史学者は歴史修正主義者、リビジョニストなんです。ところがこんな人たちはそれについては何も言わない。一方慰安婦とか戦時ハロワとか、また在日、さらにはアメリカ軍でさえ評価している真珠湾攻撃、これについてその歴史的な意味、日本が悪かっただけではない歴史の文脈における意義付け、定義付けをしようものだったら、そこに少しでも少しでも大日本帝国にポジティブなことが書かれていたら、こんな人たちはいます。歴史修正主義者だ、リビジョニストだ、パヨーなんてね。ジャパンタイムズのこの文言見直しについて、まあ大騒ぎしてるこんな人たちを見ると、やっぱり今日も経済評論家の常念司さんのこの言葉が頭の中をぐるんぐるんと回ってしまうんです。リベラルのダブ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 。戦後長らくの時が経ち、それでもあの真珠湾攻撃、そこに我々日本人の忘れてはならない大切な何かがあると私は信じております。そして事実を目の前に考えを改め、言葉を改めたジャパンタイムズに私は敬意を表する今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。それではワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。